お前のこと誰が好きなの？大南海蛇の話。大南海蛇は、海蛇というが、うなぎに分類される魚類。釣れると、伸ばして測ると大体1メートルはある。大南海蛇は歯があり、注意して持たないと噛まれる。大南海蛇は夜行性と言われているが、経験上、昼間でも普通に釣れる。大南海蛇は、釣れると面倒くさい。釣り上げた時には仕掛けがお祭り状態。そこの砂地にいると言われているが、これも経験上、中層から表層でも食ってくる。しかし大南海蛇のこと知りたい人って、いるんだろうか。